皆さんこんにちは、柳井ゆめなです。はい、出ました。もう絶対来ると思った。やめいパチパチじゃない、全然パチパチじゃない。うわこれ絶対やばいじゃないですか。でも前完食された覚えてます？はい、多分これやったと思います。そうね、それ、はい、これ前に国営から食べてみた、やったと思うんですけど、あの時マジヤバかったもんな。撮ってる最中よりも後がヤバかったです。これのカレーバージョンってことでしょ。もうお店で出た時、うわこれ絶対来るなって思ったもん。でもなんか来なかったから、やんないのかな、スルーすんのかなって思ったら、案の定ありますね。はい、最悪です。もう今日これ撮影、これで最後なんですけども、この痛いまま帰るのマジ最悪です。新幹線ヒーヒーだから帰ります。ということで、もう早速皆さんお分かりだと思うので、これをね食べて帰りたいと思います。ゆめなの夢しゃ作ってます。早っ早っ、作ってるんかい。もう色全然普通なのにね。今回は新発売ということで、はい、あのカレー焼きそばとなってます。はい、カレー焼きそばを食べてもらうっていうだけの企画ですね。いやもう遅いですから。もうやばいわ。確かに匂いがカレーなんだけど、なんか喉にくるダサ。今回もあれですか、完食できそうですか？したいじゃないですか。でもさ、これさカロリーマジヤバくないですか？はい、ね、なんで全然完食しなくても大丈夫です。一体、まあ食べてみたということで、うんうん、完食しなくていいんですね。はい、したいけどな、したい気持ちはいっぱいだけど、本当にカロリーすごいんだよな。まあ、はい、ということで、とりあえず食べてみたいと思います。実食。はぁ、怖い。この瞬間めっちゃ怖い。もう口に入れたらもうその後ずっと辛いからね。あ、混ざってないとこある。ここ食べてみようかな。最初に白いとこいただきます。あ、大丈夫かも。混ざってないとこだから、これ混ざってないとこでちょっと辛いから。あーもうやばいな、これ絶対。いただきます。はー怖い、マジで怖い。本当にやだ、もう帰りたい、もう帰りたい。はーやばい、部屋とか入った。前とどうですか、比べて。前と同じぐらい辛いですね。でも一回完食してるのもあって、あのだいぶ慣れは出てきます。あ、涙は出ますけどね。もう一口ぐらいいけると思うわ。二口目以降がめっちゃ熱く感じんの、辛いから口が。泣かせた。また抜いてください。怖っ。前よりやばいですか？じゃあやっぱペヤングさんも進化してるっていう。もういいですか？はい、取れました。はい、取れました。もう終わりましょう。マジで辛いからこれ、本当に。
ということで完食はできませんでした。すみません。でもこっちは前に完食したのでそれで許してください。辛すぎて何も喋られないので、終わります、食べ比べどっちが美味しいかとかもう考えられません。辛すぎて。でもカレー焼きそばってあんまりないと思うんですよ。お店で普通にカレーうどんとかはあるけどカレー焼きそばってあんまなくないですか？っていう意味では辛いのが大好きな方は食べてみてください。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。辛いし目になんか入ったし最悪。チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。これお母さんこんな顔するって前言ってたよね。似てました。似てましたね。色的にはこっちかも。毎年夏はこの色になります。覚えておいてください。そしてお風呂上がりこんな感じです。お風呂上がりの夏はこんな感じです。お母さんそうじゃん。めっちゃお母さんそっくりだよこれ。ママそっくり。はい。しばかれるの決定です。